皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。前回の動画に引き続き、今回は、背中の痛み、ぎっくり背中の治療法ということパート2でございます。で、そういうことですね、やっていくんですが、前回はですね、こういった姿勢だとですね、右の背中が痛めやすいですというお話をさせていただきました。お腹側の筋肉が縮んで、背中側の筋肉が伸ばされている。で、伸ばされている方の筋肉っていうのは、体を正常な位置、正しい位置に戻すためにですね、ずっと縮んでいて、で、疲れ果ててしまってですね、痛めてしまうということをお話しました。で、今回も右の背中が痛いと仮定しましょう。で、右の背中が痛い場合なんですけども、筋肉でもですね、皆さんインナーマッスルって聞いたことあると思うんですけども、インナーマッスルがあればアウターマッスルっていうものがあります。インナーマッスルは関節を安定させる筋肉で、どの関節にもインナーマッスルの役割をする筋肉っていうのはあるんですね。で、その逆でですね、どの関節にもアウターマッスルといって関節を動かす筋肉が存在しています。なので、そのアウターマッスルに対する治療を今日はやっていきたいと思います。で、右の背中が痛い場合なんですが、右の背中のアウターマッスル、上腕のこの辺ですね、この辺から腰までつく筋肉があります。名前は広背筋というふうな名前がついている筋肉です。広背筋です。皆さん背筋背筋というんですが、背筋と言ってるのはですね、多分皆さんこの広背筋を指す方が多いんじゃないかなと思います。で、とっても広い筋肉でですね、ここから背中をビューッと通ってここまで大きな面でくっつくので、とっても硬くなった時にはですね、とっても体の痛みを引き起こしやすい筋肉です。で、その治療、その広背筋に対する治療を今日はやっていきましょう。お願いします。で、広背筋にですね、隣接している筋肉があるんですね。名前は上腕三頭筋と言います。ここですね、上腕三頭筋で、このマッサージをしていくことで広背筋の筋肉の緊張が和らぐんです。なので、上腕三頭筋をこうやってマッサージしてもらいます。で、特に硬いのは上腕二三頭筋のですね、この肘に近い部分、ここがすごく硬いので、こうやってさすってあげてもいいし、マッサージしてあげても OK です。見えるかな。はい、肘の骨の近く。そうですね、肘の骨の近く。6秒ですね。1、2、3、4、5、6、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 こういった感じです。で、これをやる前にですね、まず体をねじったりして痛いかどうかを確認してほしいんですが、これをやった後にもう一度ひねる動作をぜひ確認してみてください。おそらく右側の背中が楽になっているはずです。上腕三頭筋を緩めるだけで背中の筋肉の緊張、痛みが取れる方結構多いんですね。はい、これは大金整骨院の技術の一部になるんですが、ぜひ、友人や、ご家族、もちろん、ご自分にも使ってみてください。皆さんいかがだったでしょうか。背中シリーズ、ぎっくり背中シリーズ、2本、今回配信させていただいたんですけども、ぎっくり背中に関してご質問やこんなものを挙げてほしいというものがありましたらば、ぜひコメント欄にてお待ちしております。この動画がためになったと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。